皆さん、こんにちは。それでは、試験日程の変更に伴う企業法、今やっておきたいことというタイトルで、ちょっとお話をさせていただきたいと思います。で、何が変わったかと言いますと、今年はですね、そのコロナの影響で、2020年は5月担当が8月になりまして、で論文式試験が11月になってしまいました。でそれだけではなくてですね、一番大きな問題は、例年はその5月担当と8月論文の間には3ヶ月の期間があったわけですけれども、今年はその担当から論文までの期間が2ヶ月半に短縮されてしまったということですね。これがその日程が後ずれしたことよりも、むしろもっと大きな問題ということです。で、この期間内に、従来もですね、3ヶ月しかないその期間内に、租税法と選択科目と、であとはその担当式と論文式では、試験の性格が全く異なるという、その企業法、その論文対策をしなきゃいけなかったんですね。で、3ヶ月でもとても時間がなかったんですけども、それが2ヶ月半に短縮されてしまいました。で、これはなかなか、大変なので、その租税法選択科目で企業法の論文対策というのを2ヶ月半ではちょっと厳しいですねということですよね。そこで、この担当式試験、多分8月の23日にあるんじゃないかと思うんですけども、それまでの間に、担当式試験の勉強だけではなくて論文の勉強もある程度はやっといた方がいいんじゃないかというふうに思います。ただですね、その8月担当を受験する方で担当東連がですね、例えば、どこの東連でもいいんですけども、ポイントアップ東連、レックですとポイントアップ東連で 70% 以下であると、総合点でですね、70% 以下であるという場合には、やっぱり担当に専念された方がいいとは思うんですね。で、担当に専念する、専念というか、担当メインに考えていただきたいと思うんですけども、その時にですね、やっぱり期間が長くなって、期間というかその担当式試験がまだ随分先になっちゃいましたので、やっぱ忘れるんですよね。理論は特に忘れちゃいますよね。そこでどうすればいいかっていう一つの手として、その間違いがちな、よく間違う足をカード化してはいかがかと思うんです。カード化っていうのは名刺版のカードが今100均なんかで売ってますので、それでその、何度も解いても、例えば一問一答解くんだけれども、何度やっても間違うっていうような足をですね、それを例えば、カード1枚について、表面に一項目だけ書いておくと。発起には出資の履行した日ではなく、株式会社成立の時に出資の履行した設立時発行株式の株主になるとかですね。条文があれば条文も引用で書いておけばいいですよね。あるいは、こんな感じで、種類株式を発行するには、法定の事項を必ず定款で定めなければならない、例外はありませんとかですね、あるいは、文章じゃなくても、例えば、法規設立の場合には、払い込み金の保管証明責任の交付が必要であるけれども、法規設立の場合には不要であるけれども、募集設立の場合には交付が必要であるとかですね、こういったものをこう、いくつか作っていくと。それでそれをですね、いつも持ち歩いて、そして、もう覚えたっていうものは、その別のですね、ボックスかなんかに入れとけばいいわけですよね。で、これってちょうど名刺版のサイズですから、その名刺のその保管グッズといいましょうか、整理グッズっていうのはもう山ほどいろんなものが出てますので、そういうのを利用していただければなというふうに思います。これは割とおすすめです。間違いがちな足のカード化。ですね。で、これに対して当連 70% 以上は、大体取れてますよっていう方は論文を並行して勉強していただきたいというふうに思います。で、何をどういうふうに勉強するかですけども、レックの教材ですと企業法はプレ当連を使っていただくのはいかがかなと思います。プレ当連というのは1回30分問題で、実際にはおまけの問題もついてますから30分よりももっとたっぷり時間をその使えると言いましょうか、その分量はたくさん問題としては出してます。それが15回です。で、これはですね、企業法の理論問題集という、この99問入っている問題集、それをこう穴埋め問題の形にして、空欄補充型の問題にして、その、取材しているという形です。で、
理論問題集というのは大問で99問入っているんですけども、大体大問が2問から3問に分かれて、小問がですね、大問1問が小問2問から3問に分かれてますので、その小問換算で80問以上をこのプレトーレンで取材してます。だからまあ大体重要そうなところはみんなこの穴埋め問題にしているという感じですね。でそれをまず解いていただきまして、でこれを単答式の試験までに勉強していただくと。でプレトーレン穴埋めですから、まあ、単答丸×で、でこれがプレトーレンが穴埋めなので、まあ、似てるっちゃ似てるんですね。で単答の勉強にもなりますので、これはそんなに今勉強しても邪魔にならないかなと思います。そして単答式試験終了後にはですね、まあ、ロングレ講座というインプット講座ですね。でこれはその問題集99問の理論問題集の中で、まあ、重要そうなもの、それを70問、解説しています。で、これがですね、全部で、ですね、これ書いてなかったかな。3時間10個もあるんですよ。ロングレコーダー3時間10個もあるので、それ全部聞くの大変だっていうことは圧縮論文の講座がありまして、これはその理論問題集99問から25問をセレクトしまして、それでこれは3時間3コマです。3時間3コマ。ロングレが3時間10コマ、圧縮が3時間3コマ。これはその、担当式試験終了後にそのご自身のスケジュールに合わせて、あるいは他の科目との兼ね合いでどちらか選んでいただければいいと思うんですね。でこれが8月担当受験生の対策は2つにこう分かれますよということです。ちょうど 70% だったらどうするんだっていうふうにおっしゃる方もいらっしゃるかもしれない。それはもうどちらでもいいと思うんですよね。で次が縦2の担当式試験の合格者ですね。でこの方は、基本的にはですね、予備校のスケジュール通り、レックのスケジュール通りに、変更されたスケジュール通りにですね、やっていただければいいと思うんですね。でそうしますと、まずロングレトーレンを受けてらっしゃると思うんですけども、なかなかロングレトーレン、本試験レベルの取材してますので、書けないと思うんですよ。で書けない方はやっぱりプレトーレンをまず受けていただくというのがよろしいんじゃないかと思います。そして次にですね、余裕があれば理論問題集99問をやっていただくと。でさらに余裕がある方は論文過去問講座というのが3時間3コマで、これ直近10年20問を収録してますので、そこで問題文の解析と答案構成というものをしっかり勉強していただきますと、本試験対策としては完璧になるんじゃないかと。であと他校生の皆さんですけども、これはまあロングレトーレンは、まあ、これはまあもはや必須ですね。企業法はレックのロングレトーレンを申し込むと。でインプットが不足しているのであれば、ロングレ講座3時間10コマ、あるいは時間がないなら圧縮論文の3時間3コマですね。でこの講義聞いて、インプットにしてもやっぱり難しいと、論文の答案なかなか書けない、書けるように覚えられないっていうのであれば、やっぱりプレトーレンをやっていただきたいと思うんですよ。でそのプレトーレンがしっかりできるというのであれば、論文過去問講座ですよね、これを解いて本試験に慣れていただくというのでいいんじゃないかと思います。でそれではですね、このプレトーレンというのがどんなものかというのをですね、ちょっと見ておきましょう。でこれは実際に今年の2020年向けのプレトーレンの問題、そのままです。そのままの問題を持ってきました。でしかもこれ今映しているのはその、実際のプレトーレンの解説講義で使ったやつをそのまま使い回しています。で第1回ではこの小問が、この小、これぐらいの小問、まあもうちょっと長いのもありますけど、これ4問出題してるんですね。で形式としてはだいたいこんな感じです。まあそれ以外にも回数が後の方になりますと答案構成をやってもらったりっていうのもありますけども、だいたいがこの穴埋め問題という形になってます。で、問題読んでみますと、四角の括弧1から四角の括弧3には適切な語句あるい単語あるいは語句を、そして四角の丸1には適切な条文番号を入れて完成させなさいと。でなお6法は参照しておい、まあ、これ最終的に論文用を意識してますので、それはもう当然いつでも6法は参照していただいて結構だということですね。そして回答例ですよね。ここを読んでいきますと、タイトルはですね、問題文のタイトルは会社法第127条について説明しなさいっていう問題なんですね。もういきなりここで127条出ちゃってますけど、まあ、その辺はあまり気にしないでください。で、その会社法何条は、〇〇条はですね、〇1条は株式の譲渡は原則として自由である旨を定めていると。で、こういう時にまず条文を何条なのかを探すと。
で、この訓練というのはですね、本試験会場でやはり引用条文を引くっていうことが必須になってきますので、やはり練習でやっといた方がいいなっていうことですね。じゃあどうやってこれをやるかと言いますと、まず株式の譲渡は原則として自由であるっていう書いてある条文が何条かを探していただくんですね。で、今その6法なりその法規集があるならばそこで見ていただきたいんですけども、6法を引くときにはですね、まず目次を見ますよね。目次を見てください。そうすると目次のですね、第3節第1巻株式の譲渡、株式のところのですね、第3節第1巻、株式の譲渡っていうタイトルがついているところに127条から135条までっていう条文がそこに目次に書いてますよね。で、要するにこの株式の譲渡っていう言葉をヒントにして、で、目次を探すと株式の譲渡って言葉が出てくる。そうするとそれは本文の127条から135条までにあるんだなっていうことがわかります。そこでその条文を読んでみればいい。そうすると127条にいきなり出てくるわけですよね。127条に、どういうふうに書いてあるかというと、6法をお持ちの方は、株主はその有する株式を譲渡することができるって書いてある。株主はその有する株式を譲渡することができる。で、それを要約するとどうなりますかと。まあ、こんな短い条文を要約するのもどうかと思うんですけど、これは何を書いてるのかというと、それは株式の譲渡は原則として自由であるってことがここに書いてある。それを読み取らなきゃいけなかったんですよね。つまり株式を譲渡することができるというふうに書いてあって、その様式とか方式とか何も書いてないと。ということは結局意思表示のみによって株式を移転することができるんだなということがそこで読み取れるわけですよね。それでその後、これこういう問題の形式説明しなさいというのは制度説明型問題というんですけれども、制度説明型問題というのは条文の要約を書いたらその後大体何かを書くんです。で、その何かっていうのをまあ見ていきますと、読んでいきますと、それは丸一、株主は何とかを負担するに過ぎないことから、会社債権者の保護のために会社財産の維持が要請され、株式会社においては何とかが認められていない。そこで株主の投下資本回収方法として株式譲渡自由の原則が保障される必要があるためであるということですよね。だから、ここまでで文章が一つ切れますよね。それで、まあ、解き方としましては、この利用の仕方としましては、これ読んで、ただ単に穴埋めしていくだけでもいいと思うんですよ。それでもし間違ってたら、それでまたそこを覚えればいいと。要するに単等式試験に近い勉強ですよね。例えばこの場合ですと、最初の丸、括弧1の中には何が入るかというと、それは、株主は何とかを負担するに過ぎない。で、ヒントが、104条に書いてますから、だって104条という条文を何なら引いてみるとかね、もちろんもういきなりこれ間接有限責任って言葉が出てくればそれでいいですし、それが分からなければ回答を見て、あ、これは間接有限責任だな、で次の問題言ってもらってもいいんですけども、どうせだったらですね、その論文式試験に役立つような勉強ということ使い方もこのプレトーレンはできるわけです。そして104条を見てみると、そこにどういう条文が書いてあるかというと、104条という条文を見ていただくとですね、そこには株主の責任はその有する株式の引き受け価格を限度とする、株主の責任はその有する株式の引き受け価格を限度とするっていうことが書いてあるわけですね。で、それが一体何を意味しているのか。で、これをもしこの資格がもっと長ければ、括弧1の資格が長ければ、例えば、株主はの後につながる言葉ですから、その有する株式の引き受け価格を限度とする責任を負担するに過ぎない、だったら文章として通りますよね。株主はその有する株式の引き受け価格を限度とする責任を負担するに過ぎないっていうふうに、104条の条文をちょっとだけ変えれば、ここに入ります。ただこの小さな資格の中にはそれが入りませんから、それをさらに圧縮して要約するとどうなるかというと、それは間接有限責任というキーワードになってくるわけですよね。で、ここで104条という条文から、まあこれは普通言葉で覚えちゃいますけども、104条のその文言から間接有限責任という言葉を導き出すという、そういうような訓練をすることができるわけですね。そしてそのように間接有限責任を負担するに過ぎないことから、会社債権者保護のために会社財産の維持が要請され、株式会社においては何とかが認められていない。この何とかが認められていないの後に、このヒントになる条文というのは大体ヒントになります。611条624条という条文が書いてあるわけです。で、611条624条を引いてみるとどういうふうに書いてあるかというと、611条は持ち分会社の規定である。624条も持ち分会社の規定である。で、611条には
持ち分会社の社員の退社と、その退社に伴う持ち分の払い戻しっていうのが書いてある。624条には出資の払い戻しというのが書いてある。つまり共通するのは会社から会社財産が社員に払い戻されることなんだということが書いてあるわけですよ。そこでそれを要約すると、要約してこの小さな括弧2の四角の中に入れるとどうなるかというと、それは株式会社においては出資の払い戻しが認められていないでいいですよね。退社に伴う持ち分の払い戻しと出資の払い戻し、それを要約するとどうなるか。持ち分という概念は株式会社にはないですから、しかも退社という言葉もまあないので、そこで出資の払い戻し。もちろん退社制度が認められていないでもいいですよ。要するにそういう形で会社から会社財産を株主に返しちゃ原則いけませんよっていうこと、それさえ表現できてればいいわけですね。そこでなんです。そこで株主は一旦会社に出資した場合には投下資本を会社からは返してもらえなくなります。そこで株主の投下資本回収方法として株式譲渡の自由が保証される必要があるためであるということですね。だから株式の譲渡は自由として認められている。で、ここで内容が変わりまして後半です。で、また丸2、株式会社においては何とかされているため、でこれもヒントが326条1項と590条1項対象って書いてます。対象ってことですから、これは比較してみるとその違いが出てくる条文ってことですね。そうすると326条1項にはどう書いてあるかというと、株式会社には株主総会のほかに、必ず1人以上の取締役を置かなきゃいけませんよというふうに書いてます。でこれに対して590条1項は持ち分会社の条文でして、持ち分会社においては社員が原則として当然に業務執行権を有するというふうに書いてます。ということは持ち分会社においては社員イコール経営者ということで、いわゆる所有と経営が一致している、あるいは自己機関制であるということになりますよね。これに対して326条1項というのは所有と経営が分離されている、つまり株主は株主としての資格で会社経営に当たれないからこそ、もし 100% その会社の株式を持っている株主であってもそのままでは会社経営はできないんだと。その場合には自分自身を取締役に選任しなきゃいけない、それが326条1項から読み取れるんだということですね。そこでこの資格の中に入るのはその326条1項の特徴ですね。括弧3はそれは所有と経営が制度的に分離されている。制度的にっていうのは法律上って意味です。実際上は取締役がその会社の株主であることは多いですけれども、しかしそうであっても、その株主としての資格で会社経営ができるわけではなくて、自らを取締役に選ばなきゃいけない、ということですね。それが所有と経営が制度的に分離されているためということですよね。はい、あるいは第三者機関制が採用されているためでもいいですよね。そこで株式の譲渡を自由にしても、要するに株主の個性は問われないわけですよね。もし株主の中から取締役を選ばなきゃいけないっていう、実は大昔の会社法はそうなってたんですけれども、株主の中から必ず取締役を選ばなきゃいけないとなると、会社経営能力のある人間が株主でなきゃ困るわけなので、株式を譲渡、自由に譲渡されて、会社経営できないような人が入ってこられちゃ困るってことになりますけれども、そんなことはないわけです。だから株主の個性問われないから、株式の譲渡を自由にしても、株式会社にとって、もっと言えば株式会社の経営にとって不都合はないということになるわけですよね。で、こういう形で、じっくりと条文を引きながら、この資格を埋めていけばですね、穴埋めをしていけば、それで担当式の勉強から一歩進んだ論文式の勉強に、近い、勉強というものが、準備が整うということになると思います。さらにもう一歩進んで、やっていただきたいのがですね、この論証の答案構成を考えていただきたいんです。でまず答案構成を考えるときには、この文章が縦1と縦2の2つに分かれている。そして縦2の部分がさらに2つに分かれている。でそれぞれについてタイトルをつけているんですよね。見出しをつけているわけです。つまりこの1行しかない縦1の、会社法第127条は 株式の譲渡は原則として自由である旨を定めている。これを一言で言うと何になるんですかっていうのがまず答案構成なんですね。答案構成というのはですね、最初は内容の要約みたいになっちゃいますけど、本当は内容の要約なのではなくて、その一文が何について書いているか、何について書いているかということなんですね。まあ、でもここはまあ最初この一文はですね、縦位置については株式譲渡自由の原則127条で特に問題ないと思います。じゃあその後のこの縦には一体何について書いているんでしょう。縦には全体として何について書いているか。そうするとですね、大体制度説明型問題というのは条文の要約が最初に来て、そ
その後はその条文の制度趣旨が書いてあるんですよね。だから実はこの縦にというのはこの株式譲渡自由の原則の趣旨が書いてあるということになります。で、趣旨というのは大体それはで始まる。それは条文はこういうふうに書いてます、それはこういう理由があるからこの条文が書いてあるんですよということになります。じゃあその制度趣旨をさらに丸1と丸2に分かれてますけども、この丸1は制度趣旨のうち何について書いているのか、丸2は何について書いているのかを考えてみましょう。今時間がないのでもう答え言っちゃいますけれども、それはまず丸1は何かと、丸1というのは何かというとですね、丸1の最後の部分を見ていくと、投下資本の回収方法として、投下資本の回収方法として株式譲渡自由の原則が保障される必要があるためであるというふうに書いてますよね。この必要があるためという言葉を使って、この丸1部分を、タイトルをつけると、それは株式譲渡自由の原則の趣旨のうちに必要性である。株式譲渡自由の原則がなぜ株式会社において必要なのかということを、これが表現している文章だということになりますね。そして後半部分は何かというと、株式の譲渡を自由にしても株式会社にとって不都合はないと。不都合はないという。不都合がないということは結局それは株式譲渡自由の原則という制度が、持ち分会社では絶対許容されないような制度が株式会社においては許容されているということを表しています。つまりこれは株式譲渡自由の原則の趣旨のうち許容性ということになります。そして大体趣旨というのは2つ書くと非常にこう分かっているということを表せるというふうに言われているんですけども、それはその大体その趣旨というのは必要性、許容性とかね、法律上の観点、経済上の観点とか、形式的あるいは実質的っていうふうに異なるその観点からの理由付け、趣旨ということになってきます。そしてこの答案構成というものはですね、これは解説講義でお配りしてますので、ですからより論文式試験に寄せた勉強をこのプレ答練を使ってするという方はですね、この先ほどの解答例とですね、解答例まだご覧に入れてなかったですね、先ほどのこの解答例、この解答例とですね、ここですよね。この書き込みは問い2の書き込みなので、ここは関係ないんですけども、この先ほどの問題文に回答を入れた解答例。で、このマークしてあるところは、この論文を覚えるときにキーワードになるものです。で、これが結局キーワードをまとめたものが結局答案構成なんですけどね。で、これを、じゃあそれが何について書いているかっていうことになると、それがこの答案構成ということになるわけですね。まず縦1は株式譲渡自由の原則について書いてあります。これは特にもうキーワードいりませんよね。だから127条にも書いてありますし、あとは本試験で忘れてしまったら127条という条文から、その回答の本文の文章が、導き出せればいいということになります。そして条文書いたら大体趣旨なんです。条文書いたら制度説明型問題の場合は趣旨で、趣旨というのは相対立する2つの観点から趣旨を書いておくと非常に理解が示せるということになります。そして株式譲渡自由の原則がなぜ必要なんでしょうかと。それは、あとはだからこれ、先ほどのキーワードを抜き書きしてあるわけですよ。だからこれは皆さんご自身がですね、どれぐらいのキーワードを抜き書きしておけば、その回答例の本文を再現できるかによりますので、これ人によって短くなったり長くなったりします。例えばこれで見ていきますと、株式会社においては株主は間接有限責任を負うに過ぎないから、会社債権者保護の必要性、そのために会社財産の維持が要請されると。だから出資の払い戻しは認められていないと。そこで投下資本の回収方法を保障する必要があるということで必要性を述べてますよね、株式譲渡自由の原則。そしてさらに、そして持ち分会社では絶対認められない、持ち分のその譲渡、株式会社においては株式の譲渡が自由に認められているのはなぜか。一言で言うと所有と経営が分離されているから。さらに長く書くんだったら株主の個性は問われない、したがって株式譲渡しても株式を譲渡自由にしても会社の経営にとって不都合はないからであるというような形で文章が出てくるかどうかを確認してもらうわけです。いきなりは出てこないですよ。いきなりは出てこないですけども、これは何度もですね、この回答例と、まあ何度も見なくていいんで、いいと思うんですけども、回答例を読んで、そしてこの回答例のそれぞれの文章、それぞれの段落が何について書いているかっていう観点で見ていただいて、で、できればこれ自作してほしいんですよ。これからその答案構成を自分で作ってみる。その過程でその文章の構造っていうのがしっかりわかるんですね。
そうすると思い出すのは簡単になりますし、最終的にはだってこういう答案構成集をですね、それを見れば今その見たようにですね、本文がこう浮かんでくるようになりますので、論文本試験の対策としても非常によろしいんじゃないかというふうに思います。いかがでしょうか。ちょっと時間オーバーして25分になってしまいましたけども、これでですね、その、タイトル何でしたっけ、試験日程の変更に伴う企業法、今やっておきたいこと、というその、お話を終わらせていただきます。どうもお疲れ様でした。